はい、おはようございます、フィリピンプライマーの刈込みです。4月22日水曜日、今日は BGC エリア、ロックウェルエリアへ英語版4月号の発送をスタートしていきます。降りた、こうやって地道にローカルスタッフと一緒に配っておりますので、皆さんぜひ店頭でお手元に取っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。厳重検温とチェックをしてるんですね。ホテルの中は入れないです。なので外での受け取りになります。4月の頭ぐらいに配送に来たときは、サービスの入り口で10名、12名並んでましたけども、まあ、今日はそんなことないですね。シャングリエラの BGC にやってきてます。なんか入れるんだ。English naman to, English naman to.
Thank you. はい、ということで今日の、デリバリーは英語版4月号のデリバリーはですね、セントルークスを最後に終了しました。いやー大変ですね。やっぱデリバリーはもういつやっても本当にもう大変です。はい、ただで今日はあの動画で、まあ、見てもらうと分かりますように、いつもだったらコンドミニアムですね、コンドミニアムのロビーのカウンターとかに我々が置かせていただいたりとか、配置までやらせてもらえるんですけど、今日に限ってはやはり ECQ でそのロビー前で止められてですね、我々がやりますんでここにあの置いてくださいと、カウンターに我々が持ってきますんでと、渋谷さんが中に入れてくれなかったりだとか、これちょっと手こずったりしましたけども、無事終えることができました。はい、まあ、総評して、まあ、できて本当に良かったなと。中にはですね、BGSC にお住まいの日本人駐在の方がコンドミニアムで、マガジン配ってる時に、まあ、プリピンプライマー配ってらっしゃるんですねとか声かけていただいたりとかしていただいてですね、僕もちょっとそれで元気いただいたりとか、頑張ってくださいねとか、すごくやってて本当に、まあ、皆さん待ち望んでくれてるんだなっていうのが感じられてですね、こういう時だからこそ頑張ろうっていう気持ちになりました。はい、最後にですね、来週5月号日本語版の発行を予定しております。はい、特集内容としましては、この時期に合わせて ECQ 期間中に空いているお店、デリバリーに対応しているお店、空いているグロッサリー屋さんなどを特集しております。ぜひ、お手に取っていただいて読んでいただきたいと思っております。こんな期間中だからこそですね、少し、もどかしい気持ちがあったり、もやもやした気持ちがあったり、まあ、自由に外に出られなくてちょっと悶々とした気持ちになったりしている方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、こんな時だからこそ我々のような、まあ、エンターテインメントといいますか、記事を読んでいただいて、少しでも皆さんを元気にさせるような、情報を提供していけたらなと一心でやらせていただいておりますので、引き続きフィリピンプライマーをよろしくお願いします。ではまた5月号で会いましょう。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。